ね、ちょっとみんな聞いてほしいんだけどさ、俺だけなんかな、なんか iPhone 勢だけなんか、それとも俺だけなんかわかんないんだけどさ、今 YouTube でさ、高評価押したらさ、なんか高評価の、なんかエフェクトが、なんか進化してるんだよね。ちょっとみんな、ぜひ今回のこの動画に高評価をして確かめてほしい。というわけで、はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター翔輝です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。あ、P for a Pro こちらやっていきましょう。クリア率 1.35%。P ジャンコース。お手の物よ。いや、それはない。今、ドクター翔輝さん、それはない。もうほんとダメ、今の。今のはほんとダメだよ。もう動画のネタとしてよりもね、もう実況者の腕の信頼を落とす方がでかい、今のは。今のはデメリットの方がでかい。さて、次は、なるほど。タイミング大事だな。タイミングわからんな。こんなもんか、オッケー。よし。あ、いけた、セーフ。はい。はい、オッケー。よし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 。さて、オッケー、第一中間ね。結構、なんか、こっから動きが複雑になってくるな。はい。はい。はい。で、こっから、左。はい。はい。はい。で、左。はい。はい。はい。届け!なあ、ダメか!よいしょ。はい。ほっ!届く!オッケー、ナイス!よし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 。さて、あ、すぐ始まる。はい。Z! いける?よいしょ!オッケー、ナイス!よし。ここなんか一キャップとかあったりするかな?ここの上に。ないか?さて、第二中間まだあるか?これはなんだ?ドクロってことはボス戦でもあるんか?この後。さあ、なるほど、こう、よいしょ。落ちないようにしましょう的なやつ。おら!あぶねえ!よし、こっからの、こう、はい、どっち?どっち?そっちね。はい。おら、よそ。こんな感じ。オッケー。楽しいな。いいボス戦、これは。楽しい。よいしょ。そっちね。いけるか?なあこのボス戦楽しいな。Pジャンしながらボス戦。よし。まずここで、はい、一回。おらよと。よし。で、落ちないように、落ちないように、下に落ちないように。よいしょ。どっち?左か。よいしょ。おら。よし、二回。オッケー。弾を下に落としてくれてありがとう。上に落としてたら結構厄介。そこはちょっとまずいよ。どっち?そっちね。おら。よっしゃだ、オッケー。これでクリアと。クリアだよな。まだ続いたりしないよな。よし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 。よいしょ。さあ、この先、ゴールで会ってくれ、ゴールで会ってくれ。よーし、GG、ナイスー、ありがとう、オッケー。アイテムを取ったら即終了、アイテム禁止コース、コータさんのコースやっていきましょう。クリア率が 0.49%。一回もダメージを受けないでゴール。あー。対策してるな、さては。さて、多分これあれだな。最後の方に、こう、キノコとかファイヤーとか取っちゃって、でかくなると、進めないみたいな。なんか天井にトゲ床を敷いたりみたいな、そういったガバ対策をしてるんだと思う。とりあえずまず普通に行ってみようか。多分ピンコのやり込み要素とかはあるけど、まあ、やり込み要素とかあるけど、一旦普通に、こうなんかガバで行けるかどうか。そう、ここはこう、得意の L 字抜けで、ちっちゃくジャンプして、ここでタイミングがくるってすれば抜けれる。何してんだ、俺。あ、いけた。オッケー。で、こっから、あれ?これよく見たら、これ右向きのベルトコンベアだ。なんだ、これ逆走ベルトコンベアだからさ、めちゃくちゃなんか気合の連打をしないと抜けれないみたいなやつだと思ったら、逆っぽい。普通に抜けれる。あれ?ちょっと待って、ここは?ちょっと待って、ここは。あ、いけるわ。あぶねえ!よし。で、ここ。ここちょっと厳しくない?マジ?で、そこのピンコもなんかちょっとしんどそうだな、だいぶ。さて、次は、うわぁこれプロペラ取ったら今度こそなんか終了っぽいな。どうなんだっけ?なんかでもなんかプロペラマリオ状態でもなんか、L 字抜けができるみたいな噂は聞いたんだけど、これちょっと今の俺の技術では無理だな、ここは。じゃあ、とりあえず一旦ここまでにして、普通に真面目にやろっか。まずここ、はい、思いっきり飛んで、で、こここうやり過ごす。で、こっち行きます。降ります。ドア入って、で、ここあれだな、こう、キノコとキノコの間を歩こう的な感じっぽいな。
これで、あ、で、ここで速くなるけど焦らずに、あよし。あ、そうだ。ここ、あれだ。さっき俺ここまでしか行けてない。この辺からちゃんと喋れ、ドクター正気さん。さて、これチビ状態だったらいけるか？なるほど。これチビだったらいける。さっきあれだな。フラワー取っちゃったのは、デカ状態だったから、なのかな？よいしょ。こんな感じだね。で、次はここのプロペラを取らないように、よいしょ。こう行って、ここタイミング、こんくらいか？オッケー。あ、意外と余裕ある。よし。よし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 。で、ここ行きます。これ取れるの？このピンコ。このピンコ取れるんか？まあ、三段ジャンプとか使う感じかな。この高さ的に。うん。さて、これはどっち向き？そっち向きね。オッケー、いける。ここで、ヒップ耐久すればいけるなら、まあまあまあ、どうってことないかな。で、こっち行きましょうと。で、どんぐりか。なるほど。なかなかちょっと厄介な配置してるね。よいしょ。ここで、オッケーいける。で、多分ここは急がないと、なるほど、フラワーが降ってきて、で、でかくなるとここを通過できずに、ダメージ食らっちゃうからゴールできませんよと。オッケー。じゃあピンク集めよう。よし、まずここだな。よいしょ。ここは、ここ降りた後左に行って、壁キックなりなんなりで行く感じかな？これ、このキノコが右行ってる時と左行ってる時とどっちで攻めるべき？多分左が正解だと思う。オッケー、こんな感じか。よし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 。さて、第2エリア。ここはどうしようか。ここ普通にこう行った後、これで、よいしょ。こうでいいかな？よし、オッケー。これで取れるね。次そこだいぶ厄介だな。え、これどうしよう？これ、え、これいけるか？え、待って、成功のビジョンが全く思い浮かばんのだか。これあれだな、一つ目と二つ目の下をくぐって、で、二つ目と三つ目の間をするっていく感じ。どのタイミングでいこう？こんな感じか？ほっ！うまい！これはうまい！今のはうまい！めっちゃ計画通り。よし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 。さて、で、まあ、ここはちょっと普通だな、飛ばすか。ああ、何してんの？これさ、キノコが右に行ってる時に、あ、なんかこっちの方がなんか楽説あるな。さて、まあ戻ってきたけど、ここ、さっき俺三段ジャンプかなとか言ったけど、これ三段ジャンプできるか？厳しいよな。これあれか？ん？ピンクコインまでの高さこれ何段だ？これ三段ジャンプ使わなくてもいける高さなんかな？おら！あ、なんだ、全然届いたわ。オッケー。じゃあ、いけるいけるいける。あれ？ちょっと待って、最後の一枚どこだっけ？最後の一枚どこだったっけ？ちょっと待って。マジで思い出せん。どこだっけ？え？なんちゅうとこ置いとんねや、コウタさん。よいしょ。よいしょ。よし。とりあえずこれで、ピンコじゃない。鍵は取れたけど、これどうやって戻る？こうか？あ、ちょっと待って。どんぐりが反対側に行ってる間に、うまいこと乗りたい。オッケー。からの、よし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 、もう勝ったわ。オッケー、ウィニングランドは。よし、対戦ありがとうございました。オッケー、ナイス。おいと。あ、ちょっと待って。よいしょ、今の急ブレーキから華麗な切り返しでここ入りたかったんだけどな。よっしゃー、やった、スターランダー。もう金銀財宝大量にゲットからのゴミを集めてバイバイと。ありがとうございます。楽しかった。ちょっと最後に一箇所だけね、気になるとこが残ってるからね、それだけ検証してから、このコースを終わりにしていいかな。っていうのをね、あの最後の、ガバ対策のさ、天井のトゲ、あそこあるじゃん。あれワンチャンさ、アイテム取った後でも、抜けることができるんじゃないかって思って、うん。いや、あれね、床がベルトコンベア、逆走コンベアとかだったら、厳しいんだけど、多分あれね、すごいちょうどいい高さで、ちょうどいい高さでじゃないな。ちょうどいい場所で、ジャンプして、で、なんかちょうどいい高さで、なんか、なんだろうな。まあ、なんかいろいろグワーってやれば、5マスなら抜けれると思う。うん。俺はそんな気がするよ。そう。ここの、この後の、ここね、
そもそもね、これ天井のトゲって意外とね、あの、こっちのブロック側に守られてて、これマス1、2、3、4、5に見えるけどね、これ多分ね、こう半分くらいね、こう重なっててもね、こうダメージ受けないから、実質ね、こっち側 0.5 マス短い、こっち側 0.5 マス短いでね、実質ね、1、2、3、4マス分くらいの距離しかね、こうガバ対策の場所がないわけよ。だからね、もうタイミングよくもうここでジャンプすれば、こうズサーっていけるんじゃないかなって、こうアイテム取っててもいけるんじゃないかなって思って、ちょっとまあそれを今から検証してみようと思う。何してんのお前。あ、